おはようございます。皆様改めまして、みんな今日起きるのが遅くって、次男はなんか朝から朝風呂入ってまして、バタバタでご飯を食べる時間がなかったみたいです。三男坊も全部食べれなくて、三男坊の残り物を一口二口食べていってましたということで、もうこれ開けちゃってるんで、私が朝ごはんを食べたいと思います。先週はね、三男坊の看病の1週間だったので、全然自分時間がなくて、今日は久しぶりの平日休みの自分時間です。何しようかなって感じ。今日はちょっと朝バタバタっと片付けて、でコーヒーゆっくり飲んで編集作業をしようかなと思っております。
残念です、ね、洗濯部屋干し、もう外今日雨なんですよね。結構いいわけです、ね、シミだらけ、汚いな。あまりね、かっこいい化粧をがっつりお出かけ以外はやらないので、もしかしたらずっと1日家にいるかもしれない。なんかこれ一つですごい素肌が綺麗になるよとかいうファンデーションあれば、できればあれもこれもつけまくって一つですごいシミも隠れていいファンデーションがあるよっていうのがあれば教えてください。2日で12万消えた、飛んでいきました。あっという間にどうにかねお金作ったんですけども、三男坊の制服代5万ちょっとですね。そして卒業式のスーツって買ってももう着ないので、なのでもうレンタルしました。まあそれがね、まあ、5000円ぐらいねでかかりまして、でその他もろもろ靴とかもね買わないといけないし、まあ6万くらいかかります。次の日、次男坊の高校 の制服を買いに行きました。まあ同じぐらいの金額が軽くかかります。5万ちょっとで、やっぱ目に見えない靴下だったり細々したものもねまた買い揃えないといけないので、総額ね12万あっちゅう間に飛んできました。もうね、シングルマザーの家計で12万あればね支払いだってできるし、なんなら皆さん多分わかると思うんですけど、1万円あったら親子3人で十分1週間食いしのげれますよね。どうにかしながらね。ねえ、ほんと12週分の食費を当てたようなもんですよね。高いっちゅうねん、ほんと。もう高校まで義務教育にしたらいいのになって本当に思いますよね。で、中学校義務教育のくせに取ってんじゃねえよ制服代学用品代と思いますよね。もうね、いい加減にしてほしい。 いくらねその後から補助金をが返ってきたとしても、こうやって先出しする時が苦しいんですよね。もうこれ私だけじゃないと思う。一緒ですよね。おかしいよこの国、おかしい。本当学生に優しい国、もう今から未来を担う子供たちの学費ですよ。教育費にもっとサポート当ててほしいなって思いますよね。これじゃあね、貧富の差でね、行かせたい学校も行かせれないですよね。いやー、世の中の親御さんは本当にね、頑張ってると思いますよ。人を育てるってすごいことやってますよね。って私は思いますけどね。お昼ご飯でパンばかり。
本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。まだ寒い日が続きますが、お体気をつけてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。